皆さんこんにちは。楽天イーグルスアカデミーコーチの川岸です。青山です。今回の DVD では皆さんの投げる力の向上するためのアドバイス、そしてトレーニング、体操などを紹介したいと思います。ぜひ皆さんチャレンジしてみてください。これから肩甲骨と股関節の動きを良くする体操をします。肩甲骨の動きを良くするための体操です。まずは肩幅に合わせて四つん這いになってもらいます。次に腰の下に膝を置きます。手は肩の真下に置きます。そして顎を引いて体を丸くしていきます。次に天井を見るように体を反らせます。この動きを何回か繰り返します。肩甲骨を回す体操をします。まず自分の顔の方に手のひらを向けます。そして次に肘と腕をくっつけます。くっつけた状態から上に上げていきます。きつくなったところで離して肩を回していきます。これを何度か繰り返していきます。下半身を上手に使うために下半身の体操をします。足を大きく開きます。腰を膝の高さまで下ろします。手を両膝について片方ずつ外側に押していきましょう。この時に天井を向くようにしましょう。そして最後にかかとを内側から持ちます。左右にゆらゆら動きましょう。投げ方のポイントについて説明します。まずは軸足の向きです。軸足の内側を投げたい方向にまっすぐ向けます。次にステップ足の方向です。ステップ足を投げたい方向にしっかりまっすぐ踏み込みます。そしてボールを持ってない方の腕の動きをします。こちらも投げたい方向にグローブまたは肩、肘をまっすぐ向けます。遠くに投げるためのポイントを3つ説明していきます。1つ目は軸足にしっかり力をためます。
2つ目は体重移動をしっかり使います。3つ目は斜め45度に向かって投げていきます。遠くに投げるための練習をしていきます。まず足を大きく広げます。この時に軸足は投げる方向に、ステップ足も投げる方向にしっかり向けましょう。そして腰を膝の高さまで沈めます。まず一番目に前の方に体重を乗せます。2番目は体重を後ろに乗せます。3で投げます。この時に45度の方向に向かって投げるのが一番最適です。では投げていきます。1で前に残して2で後ろで溜めます。そして3で45度の方向に投げます。後ろに一歩ステップして投げていきます。この時に足がグラグラしないように足の内側を意識して投げるようにしましょう。前に力を伝えるように投げます。まずけんけんをして前に3つほど進みます。この時に体がグラグラならないようにしっかりバランスを整えてけんけんするようにしましょう。今から的に当てていきます。お家でできるトレーニングを紹介していきます。まずタオルを使います。肩幅よりも広めにタオルを持ちます。上に上げて肘を下に曲げるように引いていきます。こうして肩甲骨を大きく使っていきましょう。そして慣れてきたら腕の幅を縮めていきます。これも同様に肘を下に下げて肩甲骨を大きく使っていきましょう。姿勢とお腹に力を入れるトレーニングをしていきましょう。次に両肘を肩の下に合わせて置きましょう。そして足を伸ばします。この時にお尻が上に行ったり下に行き過ぎたりしないように気をつけましょう。そしてまっすぐ姿勢を整えてここでキープします。20秒キープしましょう。じゃんけんぽい、あいこでしょ、あいこでしょ、じゃんけんぽい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 、あいこでしょ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 、きつい。
下半身のトレーニングをしていきましょう。片方の足を前に出していきます。そして下に降りて、膝がつくかつかないかのところで止めて、もう一度上に上がります。この時に体が前に行き過ぎてしまわないように、そして反りすぎないように気をつけてバランスよくやりましょう。皆さん上手にできましたか？今回の DVD では投げ方だけではなく体操やトレーニングもチャレンジしてもらいました。ぜひ今後も続けてみてください。皆さんのチャレンジを応援してます。皆さんこんにちは。楽天イーグルスアカデミーコーチの川岸です。この動画では皆さんの夢や目標に向かっていく気持ちを僕の経験なども踏まえてお話ししていきたいなと思っております。僕自身小学校1年生の時に野球を始めました。野球が大好きで小学校時代毎日のように野球をやってました。自然とプロ野球選手になりたい、そんな思いが湧いてきて、いろんなことがありましたが、なんとかプロ野球選手になることができました。皆さんも夢や目標あると思うんですけど、その時に必ず悔しい思いはすると思います。その時の考え方の話をできたらなと思っています。まず最初に、スポーツをやっている子ならすごく分かりやすいんですけども、スポーツというのはだいたい勝敗があります。要は勝ちと負けっていうのが分かりやすいです。まあ、野球で言うなら何対何とか、まあ個人スポーツでも一本勝ちとかいろいろあると思うんですけど、勝ち負けが分かりやすいです。じゃあ勝ち負けが分かりにくいものも確かにあります。目標の、例えば勉強で、大学に行きたいとか、そういうのも目標なんですけども、そうなってくると、まあ、成功、まあ、実験とかもそうですよね。成功、失敗、こういったものが出てきます。科学者だったり、ノーベル平和賞の人もずっと成功してきたわけではないと思います。こういった時に出てくる感情、気持ちがあります。勝った時や成功した時はもちろん嬉しい気持ちになりますね。で、負けた時や失敗した時は悔しい気持ちになります。僕自身野球をやってて、自分が成長したな、このおかげで夢が達成できたなっていうのは、どっちの時が多いかというと、どちらかといえばこの時です。負けた時、失敗してしまった時、そういう時にどういうふうに工夫して何をしたか、結果それがあってよかった、この時に僕は成長できて夢に近づいたって思っています。今この話を聞いているみんなもなんとなくイメージはできるんじゃないかなと思います。その時に何をしたか、僕は負けた時に誰よりも悔しくて人よりも走りました。とにかく諦めないで頑張りました。大事になってくるのはこの諦めないっていう言葉です。負けてしまった時や失敗してしまった時に、そこでもういいやとか、もうこれぐらいでいいやってなってしまうと、夢や希望っていうのはなかなか近づいてこないのかなって僕は思っています。なので皆さんは悔しい、負けてしまった、失敗してしまった、こんな時にぜひね、諦めずに頑張ってください。もちろんずっとね、嬉しい気持ちになるような勝ったり成功したりするのが一番なんですけども、きっとこういう時が来ると思うので、その時に諦めないっていう気持ちをぜひ持ってください。最後になりますが、この諦めない気持ちを
人間というのは気がつくと忘れてしまいます。人間は忘れてしまう動物です。あの日あんなに悔しかったけど、何日間か経ったらちょっとそれが薄らいでしまうということはあります。そういった時に大事になってくる力というのがこれです。続ける力です。継続、わかりますよね。継続する力です。悔しかったり負けたりした時に取り組んだものをずっと継続できるか、これが大事になると思います。なので皆さんはこの先いろんな経験をすると思うんですけども、こっち側が来た時に今日のこの諦めないだったり続ける力っていうのをぜひ頑張ってほしいなと思っています。皆さんの夢や目標が達成できることをコーチは願っています。今日の動画の中に投げる動画もあります。最初はうまくいかないかもしれないですが、ぜひ諦めずに頑張ってください。皆さんのチャレンジを応援してます。